に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対中日ドラゴンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、今日はエースが登板です。エースとして求められるピッチングというのはどのようなものなんですか？まあ当然1点を争うような勝負になるでしょうから、お互いどうやって攻略していくのかに注目したいですよね。そうですよね。さあエースの登板です。まずはタイガースのエース西が甲子園のマウンドに上がります。今日は相手打線どのように抑え込んでいくんでしょうか。大島が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。初球はボールになりました。いいところへ決まります。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライク。打ちました。大山アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている阿部。まずはワンアウトを取っています。マウンド上西、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番高橋。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めていく。外を狙っていきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の大野。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは近本。さあドラゴンズもエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている糸原。大野まずは先頭バッターを打ち取っています。高め打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは井上。
アウトになっています。この回のタイガース打線ですが2球で2アウト、淡白な攻撃となっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。初球ボール、入れてきました。149キロ。ボールになります。打ちました。打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃、4番バッタービシエド。タイガース得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ打ちました。三遊間抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番アルモンテ、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。いい当たりだ、伸びていく、どうだ、はい、入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。ドラゴンズ、タイガース痛い一発を浴びています。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。タイガース先制を許します。2対0になりました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。初球ボール、ストライクになります。これが3球目、打ちました。ライトに上がった、この打球はフライになっています。ライトが取りました。バッターは7番に入っている京田、ワンアウトになっています。打ちました、流しました。さあどうだ、レフトが取りました。ツーアウトです。8番バッターはキャッチャー加藤。ドラゴンズ、この回先制となるツーランホームランが出ています。高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。1塁決定、2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達、ツーアウトランナー2塁。さあバッターボックスには先発の大野が入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球空振りです。2球目は何で来るか、
高め際どいところ見送りましたがストライクです。すぐに追い込みました。さあ3球目は何か。アウトコース、これは見送ってボールです。ファウルになります。惜しいですね。いいボールでしたけどね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。さあ仕留められるか。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球するタイガース。さらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰って大島。タイガースこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってるかもしれませんね。あ、そうですか。まあここは切り替えていくしかないでしょうね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。決まった。インコース高めの球。大きく外れました。高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか。井上が抑えてスリーアウトチェンジです。しかし2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。サンズが打席に入ります。タイガースビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、取った、アウト、ワンアウトです。5番バッター大山、まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました。ファールボール。スライダーは見送ってボール。アウトコース外れます。打ちました。ライトの前に落ちました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは6番ボーア。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。高く上がった。伸びていく。どうだどうだ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。さあタイガース同点のチャンスを迎えています。早い回に追いついておけば楽になりますからね。なるほど、そうですね。まあそして頼りになるバッターに回りましたから非常に期待できると思いますね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。赤星さん、この梅の左ピッチャーとの左中間へワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース1点返しました。2対1になりました。なおも三塁一塁のチャンス。さあそしてバッターボックスには木浪が入っています。さあチャンスが続きます。
攻撃がいい感じになってきてるんで、同点に追いついて流れをつかみたいですよね。なるほど、そうですね。ここはまず三塁ランナーを返して同点にすることが最優先ですから、よほどの自信がない限り一塁ランナーは動かない方が無難でしょうね。なるほど、そうですか。さて赤星さん、バッターの木浪対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、やはり左には苦戦してますよね。角度のある外に逃げていくボールには対応できていない感じですよね。ああそうですか。低めのボール打った、落ちた、ヒットになる、バックホームする、サードランナーホームイン、タイガース追いつきました。2対2、試合は振り出しに戻りました。さあ打席には先発の西が入ります。ここで結果を出したらピッチングの方も乗ってくると思いますね。そうですね。さあ一打勝ち越しという場面を迎えています。送ってきた、三塁方向、ピッチャー取った、際どいタイミング、三塁アウト、一塁はセーフ、際どいがゲッツーは免れました。打順は1番に帰ります、バッター近本。タイガースこの回2点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。これが初球。さあどうだ、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト、勝ち越しは許しませんでした。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。2回終わって2対2、タイガース同点に追いつきました。バッターは2番阿部。前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。最初は変化球できました、ストライクです。これが2球目。インサイド落ちました、ショートの横抜けた、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは3番高橋。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。1点速いボール、打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガースピンチになりました、ノーアウトランナー三塁二塁です。さあタイガース勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあここでの失点は後の展開に響きますからね、しっかり抑えたいですね。そうですよね。まあそしてバッター広角に打ち分けてきますから、特徴を考慮して組み立てが必要でしょうね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。三振を取りたい場面ですよね。インサイド打った、一塁アウト、ランナー三塁二塁はそのままです。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点のまま切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面で初球打ち、セカンド取った、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。さあそして打席には福田が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。ここをこのまましのぎきれれば流れが変わるかもしれませんね。なるほど、そうですよね。外低めの球、
ていった。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ドラゴンズ勝ち越しました。4対2タイガースリードを奪われました。7番バッター京田。タイガースこの回勝ち越しを許しています。里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。牽制します。一塁はセーフ。さあ2球目は何か。ボールになります。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。高めのボール右中間に上がった。ここは打ち上げています。上がりすぎました。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。4対2ドラゴンズが勝ち越しています。3回の裏追いかけるタイガースの攻撃。打席には2番バッター糸原。先ほどの打席はファールフライに倒れています。タイガースビハインドで迎える3回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返して追いついておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。高めのボール、このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。ボールカウントはノーボールツーストライクです。空振り三振、ワンアウトです。打順は3番井上。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。福田が掴んで2アウト。打席には5番バッターサンズ。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、3アウトです。反撃したいタイガースでしたがここは三者凡退に終わっています。3回終わって4対2ドラゴンズがリードしています。回は4回の表ドラゴンズの攻撃。バッターボックス加藤。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。タイガースビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点はね、チームも自分も苦しくなりますよね。粘りの投球ができるんでしょうか。ボールになります。次が3球目。変化球高めいっぱいストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インサイド左中間に上がった。ここはフライになっています。上がりすぎました。レフトが取りました。ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが先発の大野がバッターボックスに入ります。さっきは打たれてしまったんでここはもうしっかり抑えに行かないといけませんね。そうですね。最初は変化球できました。次が2球目。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。
打球はライトへ、ライト掴んで2アウト。打順はトップに帰って大島、先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトになっています。初球空振りです。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。近本が掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。4対2ドラゴンズがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。5番バッター大山、さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。タイガースビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。そうですね。3球目は何で来るか。アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。打席には6番バッターボーア。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。バッターボックスは7番梅野。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。2アウトになっています。ファウルになります。ここもファウルです。3球目見送っています。ボール。打ちました。セカンド取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって4対2ドラゴンズがリードしています。5回の表ドラゴンズの攻撃。2番バッター阿部、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんか。初球打ち、これはどうだ。糸原アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。ファウルになります。今のはスライダーを待っていたようなスイングではなかったですよね。高め外れました。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど、そうですか。キレのあるボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。打った、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。打順は4番ビシエド。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはタイガースがエースの西、そしてドラゴンズが大野、以上両エースの投げ合いとなっています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球空振り。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振で2アウトとなっています。バッターボックスは5番アルモンテ、今日はホームランを放っています。
2アウトランナー1塁です。2球目は何で来るか。高めのボール、この打球は落ちそうだ。井上が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対2ドラゴンズがリードしています。これから5回の裏、追いかけるタイガースの攻撃。打席には8番バッター木浪。先ほどの打席で一時同点となるタイム。初球ヒー、弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスです。ここは自分のバットで何とかしたいという気持ちもあるでしょうね。そうです。高め打ちました。この打球はどうだ、切れるか。わずかに左に切れました。ファールボール。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。アウトコース見送っています。際どいですね。よく選びましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。振っていきましたが三振。2アウトになっています。打順は1番に帰ります。バッター近本。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトランナーありません。これが2球目。スライダーできました。これが3球目。この球は外れています。インサイド打ち上げました。ライトへ打球伸びる。アルモンテが抑えて3アウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって4対2ドラゴンズがリードしています。こちらが先ほどの配球になります。さあ初球は何か。切れていきます。ファウル。いいストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボール2ストライクです。ボールになります。これが4球目。低め。さあ5球目は何か。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。糸原が抑えています。ワンアウト。バッターボックス強打。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。セカンドが前に来る。セカンド取った。アウト。ここは送球が間に合っています。打順は8番加藤。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトランナーありません。ファウルになります。インサイド落ちました。これもファウル。
緩いボールを持ってきました。インサイド落ちました。これはどうセンターに抜ける。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。さあ1塁に追加点のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ試合を作って好投してますから、少なくても5回までは続投でしょうね。はい。さあここは自分で何とかしたい。変化球が決まりました。打ちました。ピッチャーゴロです。木浪一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4対2ドラゴンズがリードしています。6回の裏タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の糸井。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球空振りです。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げ、打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワウンドアンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。見事起用に応えました。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには井上が入っています。さあここは追い上げておきたい場面。とにかく1点ずつでも返していけば。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。一塁アウト。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁。さあそして打席にはサンズが入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたがチャンスが続きます。ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですよね。赤星さん、このサンズ、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左ピッチャーはやや苦手としてますよね。そうですか。これはちょっと手が出ません。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。ボール。緩いボールしっかりと見極めました。フルカウントになります。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低め徹底で投げてフライを出せないような配球をするでしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。まずは見送ります。ワンボール。さて赤星さん、バッターの大山、左中間へ、この当たりはどうか、掴んでスリーアウト。反撃は許しませんでした。タイガースサードランナー残塁に終わりました。6回終わって4対2ドラゴンズがリードしています。これから7回タイガースに選手の交代がありました。7回の表、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。大島がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。タイガースビハインドで迎える7回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。
まあもう後がなくなってきてますからね。ゼロを並べていかないといけませんね。そうですよね。一球一打に集中してほしいと思います。さあ3球目は何か。低め、落ちるボール決まりました。打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。2番バッター阿部、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、さあ2球目は何か。コーナーギリギリに決めましたね。はい、変化球が決まっています。引っ張った。大山一塁送球、ツーアウトになりました。打席には3番バッター高橋。さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ツーアウトランナー、初球打ち、さあどうだ。最後はライトフライ、掴んでスリーアウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。4-2、ドラゴンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃。7回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。がマウンド上に上がっています。打順は6番ボーア、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。タイガースビハインドで迎える7回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点は取っておかないといけないと思いますね。なるほど。さあどういった形で攻めていけるか。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。ファウルになります。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。センター掴んでワンアウト。バッターは7番梅野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。初球狙って空振りです。サードが前に来る。サード取った。アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番木浪。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。見送ります。次が4球目。打ちました。高橋が掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって4-2、ドラゴンズがリードしています。ゲームは8回に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスは4番ビシエド。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。タイガースビハインドで迎える8回です。次
次が2球目。インサイド落ちました。高く上がりました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスアルモンテ、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。インコース決めてきた。ノーボールツーストライクです。アウトコースのチェンジアップ。これはバット出ず三振です。バッターボックスには6番福田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球打ち。ファウルになります。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。2球目打ちました。この打球はフライになっています。北条が抑えて3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。4対2ドラゴンズがリードしています。8回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江がマウンドに上がります。8回の裏この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の福留。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球空振りです。打ちました。阿部アウト、ワンアウト。打順はトップに返って近本。今日はまだ当たりがありません。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。2球目は何で来るか。バッター取りました。一塁そのまま入ってアウト。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。インコース決まった。次が3球目。打ちました。打球は右中間へ。ここは打ち上げています。大島が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって4対2ドラゴンズがリードしています。これから9回ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。背番号14能見が2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。インサイド落ちました。ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。
強打、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース得点圏にランナーを背負った場面です。ここに来ての追加点は勝敗に大きく響きますから。バントしました、三塁方向、ピッチャー取った、一塁アウト、見事送りバントを決めます。バッターボックスには代打のマルティネス。里崎さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ相手が勝負に来てますからね、ここはしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。ああやはりそうですか。ここは三振を取りたいですよね。レフトに持っていった、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズ追加点、5対2、タイガースなおもピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには大島が入っています。さあなおもピンチが続きます。これ以上離されると厳しいですから、なんとか切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。空振り、落としてきました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ライト前ヒット、大島ヒットが出ました。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。さあこの場面でだランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めている。いい当たり、取ってアウト、ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には高橋が入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですよね。3球目は何で来るか、変化球打った、取った、一塁へ、いいプレーを見せました、これで3アウト。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。5対2、ドラゴンズのリード広がっています。タイガース最後の攻撃になります。そしてドラゴンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。バッターは北条。タイガースビハインドで迎える最終回です。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。持ってきました、ストライクです。追い込んでいます、ワンボールツーストライク。打ちました、取りました、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには4番サンズ。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。さあ守護神マルティネスがタイガース打線の前に立ちはだかります。いいピッチャーですから、ある程度狙い球を絞っていった方がいいでしょうね。そうですね。簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。
改めてお聞きしますが、バッターボックスの大山、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。そうですか。インサイド、弾き返した打球はセンターへ、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。残念ながらタイガース敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。